今週ののゲストはハンンドパン製作の第一人者ソノベさんですこん,ばんは,は1968年千葉県生まれスティールパン発祥の地トリニダード・トバコの工房で制作技術を学びスティールドラムの輸入販売を経て現在は大田区に工房ソノベを構えハンドパンを制作販売されていらっしゃいます。 また2011年には大田区が制定した「大田の交渉100人」に選ばれていますと先日は羽田空港国際線ターミナルのティアットスカイホールと江戸舞台で「蒲田ムービーズミュージアム」が開催されました大田区から映像の力で伝える日本の美技心ということで園部さんのハンドパンも映像ライブで紹介されました園部さんあの先日僕がお邪魔したコンサートの会場、はいね、あれねバッグは何なんですかあれ えっとなんだか和紙をねなんかこう天井から周り張り巡らしてであのまあ大田区の映像とかこう流しながらえ大田区の映像ってオタク大田区のさまざまな風景をの撮った映像を流しながらそこでハードパンを引いたりで,で,であのまあ第2部にはそこを真っ暗にしちゃってその和紙にこうプレンタリウムで星空をこうバーッと映して。大平 プラネタリウムの有名ですね。うんうん、あ、そんな壮大なこともやった,たそ。それは素晴らしかったですよ。素晴らしいでしょうね。うん。気持ちよかったんですよ。はい、あれはね。えー、一般的にはまだ馴染みがない楽器だと思いますけど。えー、そのべさん、まずこのハンドパン。で、えー、これラジオなんで。 <laughs> ちょっと形やなんか教えていただけますかね。形はまああの UFO みたいな形いっぱいね,ねパッと見て UFO の形をしてて、うん、その上のところにまあ音盤音となる音盤がいっぱいこう並んでてでまあ直径は55センチ高さ256センチ重さは4.5キログラムっていう感じで、うん、まあ持ち運びはそんなに難しくない感じの楽器ですね。 あれ僕も先日お邪魔して音を聞いて不思議だったんだけど何でできてるんですか素材は鉄ですねえ鉄なのに昔昔ってゅうあれかな富田功のようなああいう感じだよね無重力っていう音そこがポイントですね鉄のままねこの楽器を作っちゃったらああいうスペーシーな音は出ないんだけど その,その鉄に熱処理まあ寒天のなんていうかな窒,、まあ、窒素表面に窒素を染み込ませる窒化処理っていうのを熱処理っていう、はい、を施すってやると、はい、表面だけが硬化して硬くなって、はいうん、それで、まあ、振動がこうなんていうかちょっと抑えられて、はい、静かなこう精実な音が響くようになってるっていう。 あのまあ僕も見たことのない楽器で音にも魅了されたんですけどもともとあの楽器はどっから誰が作っっちゃったんですか、ね、2000年頃にもともとスチールパンを作ってたスイスの会社が南インドのガタムっていう素焼きのドラムとえまあインドネシアのガムランとかそういうものにインスパイアされてまあそのスチールパンを発展させて最初はハングっていう名前で 出したんですよねでもさスティールパン自体が南アメリカあそこですよねそれがなんで山の中のスイスでさ作ってんだっていうのが不思議なんだけど変なスイス人がいたってことそうですね完全変人変人っていえばほに変人なんだけどまあんていうかスティールパンはうんまあ陽気な音ドラム缶のドラム缶でねキン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 よね ああいう音はまあややもするとちょっと耳にはちょっと心地いいとは言えない周波数がピンキン響いちゃって多分そうヨーロピアンはそれと対極のまあ,あれを生かしつつもっとこう心地いい音色を求めたんじゃないでしょうか。なるほど、はい ね、あのスティールパンはさなんかお前たち海岸で弾いてるよっていうさそんな楽器だけど、うん、なんかあれだもんね、えー、例えばそうねイスラムのなんかそういう寺院の中で聴いてるような、うん、内,面内面に響くような音ですよね。そうですすねねちょっと瞑想系で,ハストーでまずそのソドベさんがまずはそのハンドパンの前にスティールパン。 その発祥の地トリニダード・トバクをった由来ったまあ周り、まあ、大学生だったんだけども、うん、まあその世の中とかそういう大学のキャンパス内とか、うん、そういうところはまあ簡単に面白くなかったと、うん、ちょっとこう浮かれているこういうそういう友達やら世間やらが、うん、嫌でしょうがなく、うん、まあちょっとまあ逃げ出したっていうと大げさですけど、うん、どっかこう何か知らないところに行ってみたかったっていうのが一番の理由ですね、うん、これね。 それでトリニラードトバコは行ってみてどうでした楽しかったですよ。知り合いないわけですよ知り合いないですねよくあんのえ日本で会った友達訪ねたとかさ変な国って大抵そうなんだけどあなたの方これ孤独な旅だったでしょいやでも楽しかったんですよね初めての海外旅行ってのもあってなんかこうすべてがワクワク感ですねまあハプニングもそれもよしで それで、向こう行って、何やったんですか。最初は一応。まず言葉通じないでしょう。あの、まあ、訛がすごい強いけど、一応英語なんで。ああ、英語なんだ、まあの。片言ですけど、喋って。うんうん、そうですね。まあ、あの、っぱりスチールパン、ステールドラムの作ってるところを見たりとか。うん、それで、バンドの練習風景を見たりとか、うん、最初はそういうことやってたんですけど、ねはい。僕は、あの、ブラジルにね。ええ 何「ボサノバが流行った時にさもう憧れてイパネマの海岸まで行ったんだけどどこ行ったってボサノバなんかやってなかったねなんだよういもんんなだだから作られた幻想だったんだよねそういう目に遭わなかったんだ現実があったのを現実はすごいもまれましたけどでもまあ目的は一応ね果たした。 な作ってる人のところにも行ったりしたけどすごい断られちゃって、うん、写真も撮るな <laughs> カメラもやめろやめろっつってまあまあひでみたいなもんから、うん、生活の糧だもんねかなり拒否されましたよそれでまあ1回目は帰ってきて、うん、それで証拠にもなくまた2年後に行ったわけですか <laughs> そうですね2年後はもう大学ももう見切りつけたっていうかもう限界で辞めちゃって、うん、アルバイトで100万円のためうん でまあ、今度こそこう技術スチールパンをの作る技術を、うん、自分に身につけて帰ってこいよという一応その決意でいくわけですね。うん、あのすごく、まあ、嫌がられるんですけど、うんまあ、ドラム缶をその辺から拾ってきてその工房に無料に持ち込んで、うん、あのこれで教えてくれっていうことで強引だね強引もうつ今回はほら、うん、配信の陣ですから、うん、何もないと帰ってこれないから。そうまあ 一応まあ、じゃあ見てるならいいぞっていう見習い性にしてもらった感じですれであのまあ全然教えてくれないんだけどもその先生っていうかその師匠となる人の工房の中にさびさびにこう捨てられたようなスチールドラムがいっぱいあったわけですよ、ね。なるほどそれを先生が、まあ、昼休み休む時に持ち出してきて見よう身を見まねで,で自分でやってたらなんかなんか音が作れるようになってたんですよね。 うん、であのスチールパンのチューナー村だからたまにこう、えー、チューナーの人たちが集まってきて、はいねまあ、日本人は来てるから、うん、まあ噂になってて、うん、で見に来て「こいつか」っつってで俺がチューニングしてるのを見ててみんな感心して見始めておお、はい、ほで「あ、はい、すごいな」っていうふうにチェアフォされちゃってなるほ,どほでもう一回壊され音盤を叩いてね、うん、音壊してもう一回やってみろって言って、うん、そしたらまた音を作れたんですよね。なるほど だからお前これでもいいいいんじゃないかってあ免許で <laughs> いや日本でお前一番だぞなんていうふうに言われて <laughs> えこんなん買んでいいのかなって思ったけど、うん、まあお金もないのもあったけど、うん、これでいいって言われたんだからじゃあ買ってやってみっかっていう感じで買っちゃったんですよ。うん、で日本帰ってきてでつく<で>作り出したんですか、ね、ドラム缶ガソリンスタンドからもらってきて、うんでまあ、家じゃできないから森に運んでって。うん で、森の奥でどっかどっかに一人でこましてんだけど、へこまして切って焼いたりしても、なんか。で、チューニングしても音が出ないっていうかどうしてダメだったのかなっては思って<ー>、<laughs> で、その時に思い気づいたのは。あれ、やっぱ素材、素材が良かったんだという,<ー>いうことですよね、結局。自分自身が作ったもの。ほんのちょっと直しただけだった、そのチューニングだけ勉強しても、で、いくらけねえなっていうのがそのことに気づいて、うん。うん、で、失意に、そのそこに落ち込むわけですね、その時にね、うん。うん さあ,じゃあ何やらいいんだって悩んだあげくふと気づいたのが「あ俺は別に無駄じゃないじゃないか」あっちでいっぱい人人脈作ったしまあインターネットはなかったけどファックス一本でスチールパン日本に輸入してそれでまあ変なのあったらちょっと直してうん売ればいいんじゃないかとじゃあ輸入スチールドラム輸入販売業やろうっていう25の時決めるんですね。 それでそれがなんでああのこのハンドパンに転向すするんですか、うん、うんきっかけは。まあスチールドラムでもスチールパンでも自分でこう作るようになってからはね、うん、あのに価格帯も上げ,上げてそれで、まあ、生活できるようになって20年ぐらいやったんですよね、うん、で実は2013年頃に、うん、ハンドパンという楽器が日本でも少しずつ普及してきて。あ で当然そのメンテナンスが必要になってくるわけですよね、うん、でメンンテナンスやる人がいなくて俺のところに白羽の矢が立って、うん、あ,のある人の、まあ、ちょっと粗悪品なハンドパンだったんだけど、うん、インドネシア製の、うん、それをじゃあ修理してあげるよっていう安請けはしたんだけど、うん、えとそのさっき言った通り UFO 型になってて接着したわけですよね、うん、ハンドパンって。 ちょっと落と落しただけでそこがずれて割れちゃったんだよね流れちゃって <laughs> 直すのかで,で、僕がいるところは大田区の東小路屋っつって、うん、あの、えー、すごいファクトリーなエリアだから、うん、そういう溶接のプロがいっぱいいるから、うん、それをみんなに相談したんだけど、うん、まあこれちょっと薄く薄く削っちゃっていかできないよってなっちゃって、うん、じゃあ俺もうこれ弁償するよってそのお客さん言ったわけね。うん、じゃあそのお客さんが いや弁償してにもやっぱりあのすごく次の楽器待つの時間かかるしだったら外部さん作ってくださいって話っ <laughs> それでいいそれでいいっていうかまあそういう方がいいって言ってくれたから、うん、じゃあまあやってみっかっていうのが最初のきっかけですそのなんだ千葉県の方がなんでその大田区で作るようになったんですか、うん いろいろな転々としてみましてね、うん、千葉から藤沢に行き藤沢からこの相模原に工房構え、うん、で2008年頃に大田区に来るんですけど、うん、まあいろいろ転機があったんですが、うん、一番の理由はえっとね、まあ、大田区はそのやっぱものづくりの町であって、うん、で零細が多いんですよ零細企業とかね。うん ほとんどそういう企業を手厚く保護するっていう政策っていうか施策があるのでまあ俺みたいな人には向いてるかなっていうのが一番の理由で実はあれですか工房はお弟子さんかなんか取ってやるのそういうとこ一人でやるずっとスチールパン時代から二十数年一人でやってきたんだけども1週間ぐらい前にとうとう出しましたよホームページに共同制作者募集っていうのをね。共同のこうっが下働きじゃないの。 共同制作、ねうん。最初はもちろん下働きさせて、見、うん、込みがあったら、一緒にやろうよって。今現在はあれですか、ハンドパンというのは、うん、どこが、どの国が一番盛んなんですか。聞かれてるとか、演奏されてるのは。あまあ、ヨーロッパですよね意。意外ですね、それは。メーカーとしては、フランスとオランダが有名になってるきたかな。<あ>イタリアだ。イタリア。ええ、はい。 日本ではあれですか、ハンドパンは園部、うん、さんだけ作ってるの。今のところですね、あのプロとしてやってるのは、うん、ただあの試してる人はあの何人かいるみたいですよ。日本でこの間も、あのあそこで羽田空港で見せてもらったイベントで。演奏してた方いたじゃないですか。はい、何人ぐらいいるんですか、ハンドパンの演奏者。彼に聞くと十人ぐらいって言ってましたけど。あれだよね、まだまだ始まったばかりの。 楽器だから早いうちやるといけるかもしれないね。世界に。そう彼も言ってましたよ。あ、そう言ってた。やっぱり珍しい楽器で食いつけばね、注目してくれるってのはどの世界も同じで。でもなんかぼ僕なんかやっぱりお寺とかなんかその宗教的な空間がピッタリ合うように思うんだけど、制作者としてはどういうところで弾いてもらいたいですか。僕もやっぱそうだ、そうだと思いますよ。あ、そう。 路上とかで弾くのやっぱり音をかき消えちゃうので、うん、そういうちょっと静かな空間で、うん、こうまあ人に弾くためじゃなくて自分のために弾く楽器ってよく言われてますからねあそうなのそう自分の体にくっつけてね、うん、でこう音でこうヒーリングっていうか、ん、何て言うんですかこう瞑想系ですからね。 でも今まああれですよね。えっ、ー、と政策間に合わない段階ですよね。注文の方が増えてて、まあもどかしいんですけどね。<laughs> だからまあ生産台数はそんなに増えないけれども、うん、まあ誰かと組めば少しはいいかな。うん、はい。ええー、近々なんかイベントとかああったら教えてもらえていいですか。えっ、ー、と今月末二十九日に東急多摩川線の武蔵三田駅から歩いて二三分のクリラボ 多摩川っていう、うん、まあ何て言いますかこういうちょっとしたイベントスペースという感じかな、うんはい、昔の町工場をこうそのままそういうスペースに変えたところで、はい、ハンドパンのトークライブを、うん、僕は弾き、ま、演奏しないけど峰本君っていう上手な演奏者が来て、うん、一緒にトークしてライブするっていう。うん、であの必ずワンンドリンクつ ついてそれあのビール出ますんで、まちこうバーなんでね、まちこバー、か、飲めるバーだから、僕たちも飲みながらやる感じで、まあまあ不思議なあの楽器作り、まああ僕はもうとにかくあの音に魅了されましたね、嬉しいですね。またあの案内があったらぜひ参加したいと思います。今日はどうもありがとうございました。J をね、Loha's Talk。